はい、こんにちは、116インズです。オールスター本番まで1週間を切った中で、まだまだオールスター関連のネタをこすっていくわけなんですが、皆さんもご存知の通り、両リーグのロースターが先日発表されました。日本人選手では大谷選手、ダルビッシュ選手、菊池選手と3人も選出されたのは嬉しい反面、一方で今季結構好成績を残しながらも選ばれなかった選手というのも当然ながらいます。まあ、各リーグ34人しか選ぶことができず、しかも全球団から必ず最低でも1人は選ばないといけないので、オールスターにふさわしい成績を残しながらも漏れてしまう選手が出てくるのは仕方のないことですが、そうは言っても見たかったなぁと思う正直な気持ちもありますよね。今回は個人的にオールスターに選ばれて欲しかった、オールスターで見たかったなぁと思った選手を両リーグから3人ずつ計6人挙げていきます。なお、オールスターまでに出場を辞退する選手がこれから出てくると予想され、ご紹介する選手たちが代替選手として追加選出される可能性もあると思いますが、一応7月4日に発表されたオールスターのロースターをベースにお話ししていきます。まずは AL からインディアンスのエマヌエル・クラッセですね。クラッセはもともとコーリー・クルーバーのトレードでレンジャーズから獲得したリリーフピッチャーですが、禁止薬物を使用した関係で昨年は出場停止となっていました。そういったことから今季が MLB 昇格後初めてのフルシーズンなわけですが、ここまでインディアンスのクローザーとして活躍してますよね。セーブ数こそまだ11とそこまで目立つような数字ではないですが、37試合で防御率 1.51、 クラッセはフォアボールはそれなりに与えている、9イニングあたり 3.5 個ですので、コントロールがものすごく優れているとは言いませんが、もうね、そんなことがどうでもよくなるぐらいにはボールに力がある選手ですよね。速球とカッターが平均で100マイル、平均で100マイルという時点でなかなか理解が追いつきませんが、速球だけではなくカッターも100マイル出るというのだから驚きです。個人的にオールスターの魅力の一つとして、力と力の勝負の頂上決戦、両リーグを代表するパワーピッチャーとパワーヒッターがぶつかり合うという点があると私は考えていますので、平均100マイルのクラッセと NL の強打者の対決は見てみたかったなぁとは思いましたね。2人目、ツインズのバイロン・バクストンですね。バクストンは怪我の影響で今季27試合しか出場していませんので、そらオールスターに選ばれないわけですし、その判断も当然だと思いますが、ただバクストンが元気だった27試合のパフォーマンス、これもなかなかに強烈だったと思います。27試合で打率3割6分9厘、OPS11 割7分6厘、たった110打席でホームランも10本、そしてウィンズアボブリプレイスメント 2.9、 ここまでのシーズンでむしろ欠場している試合の方が多いにもかかわらず、ウィンズアボブリプレイスメントで見た場合、今の段階においてもリーグでも上位クラスのパフォーマンスだったというわけですよね。本当に怪我が悔やまれるなというのが今季のバクストンです。5月に腰を痛めて1ヶ月程度離脱となって、で6月に復帰したんですが、復帰3試合目に手にデッドボールを受けて骨折。腰の怪我はともかくとして、復帰してすぐに不運な形で、まあ、少なくともバクストン自身がコントロールできない部分でまた怪我してしまったのは残念ですよね。バクストンの才能に関しては誰もが評価していますし、あとは健康を維持できるかという点だけがずっと課題の彼ですが、今季は怪我さえなければ彼にとって初めてのオールスター選出が手に届きそうだっただけに、非常に惜しい感じがしてしまいますね。3人目はマリナーズの JP クロフォード。先日日本人選手3人がオールスターに選ばれた件の動画でもちょっと触れましたが、クロフォードも選ばれて欲しかったなというのが率直な感想ですね。昨年ゴールドグラブ賞を受賞した、どちらかといえば守備寄りのショート、攻撃に課題の残るような選手でしたが、今季は攻撃面で大きな進歩をここまで見せています。86試合で打率2割8分3厘、長打力はあまりないので OPS は7割4分程度ではありますが、マリナーズのリードオフとしていい働きを見せている印象です。特に先月のクロフォードはバッティングの調子が非常に良く、月間打率3割5分2厘、 OPS9 割2分8厘、マリナーズ打線が5月の参上から割と持ち直した一因にクロフォードの好調も大きかったかなと思っています。またクロフォード引き続き守備の安定感も素晴らしく、この攻守にバランスの取れた活躍により、ウィンズアボブリプレイスメントはチームトップの 2.8、まあ、よく頑張っていますし、 2.8 というウィンズアボブリプレイスメントは先ほど出てきたバクストンを除くと AL の中ではオールスターに選ばれなかった野手の中でトップの数値です。もちろんウィンズアボブリプレイスメントだけで評価するつもりはないですが、オールスターに選ばれたホセ・ラミレスやザンダー・ボガーツと同水準ぐらいですので、もう少し彼は話題になってもいいんじゃないかという気持ちもありますね。カルロス・コレアが出場辞退を表明しましたので、もしかしたらクロフォードが追加選出される可能性も残っていますが、報われてほしいなと祈っています。
ここからは NL1 人目はブルワーズのフレディ・ペラルタですが、ペラルタはなんで選ばれなかったのか不思議なくらい今季ずっといいピッチングしてますよね。開幕こそ先発5番手に滑り込んだ感じでしたが、16先発でクオリティスタート10回、リーフピッチャーと思わず勘違いしそうなダイナミックなフォームから、90マイル中盤ぐらいの速球とスライダーを主体に三振の山を築いていく投球スタイルで、私はペラルタのフォーム結構好きなので彼が投げる試合は見ていたりするんですけれども、防御率 2.23、 93回で129奪三振、これならオールスター選んでやってくれよという気持ちです。おまけにペラルタは被安打も少なく、9イニング換算でわずか 4.1 本、人類最高の投手であるデグロムが今季9イニングあたり 3.8 本ですので、デグロムにこそ劣れど、ペラルタもかなり相手打線を圧倒していて内容も伴っていますので、やはり彼が漏れたのは不思議でなりません。チームメイトでオールスターに選ばれたブランドン・ウッドラフ、コルビン・バーンズと共にチームの3本柱に成長する年となっているペラルタですが、ブルワーズも地区優勝に向けて今のところいいポジションにつけていますので、オールスターにこそ選ばれなかったものの、後半戦の活躍にも期待しましょう。2人目はロッキーズのライアン・マクマーン。マクマーンはプロスペクト時代にサインをもらったという超個人的な理由も入っていつつも、ロッキーズから唯一先発のヘルマン・マルケスが選出されていますが、マクマーンでも良かったのかなという気もします。序盤特にバッティングが好調で、開幕5戦目に1試合3ホーマーを記録するなどいいスタートを切って、ここまで84試合でホームラン16本、キャリアハイは24本ですが、今季更新も十分に狙えるでしょう。さらに守備面の貢献もマクマーンに関してはかなり大きく、実はディフェンシブ・ウィン・ザ・ボール・リプレイスメントが MLB トップ。セカンドもサードも上手いというなかなかに器用な選手ですが、まあ、マクマーンについては5月以降、もっと言えば6月にバッティングが急速に冷えていきまして、トータルの成績の見栄えが悪くなってしまった点が彼のオールスター出場を阻んだ感もありますね。コロラド開催のオールスターですから、もちろんマルケスが悪いというつもりは全くないんですけれども、せっかくならロッキーズの野手にも出てほしかったかなと個人的には思いました。最後はナショナルズのマックス・シャーザーですね。シャーザーは今季がナショナルズとの契約最終年で36歳のシーズンですので、来季以降の移籍先次第ではもしかしたら NL のオールスターでプレーする最後のチャンスかもしれませんでしたが、選ばれませんでしたね。成績は十分オールスターに選ばれるにふさわしいと私は思っていまして、16先発で防御率 2.10、 94回3分の1で127奪三振、防御率はリーグ4位、奪三振はリーグ6位ですので、これでオールスター逃しちゃうのかというのが正直な感想です。まあ、この動画作っている裏でシャーザーがパドレス相手に7失点と打ち込まれていましたが、まあ、それはとりあえず無視しましょう。ナショナルズはソト、ターナー、シュワーバーと野手が3人今回オールスターに選出されましたが、ただナショナルズのチームとしての成績は勝率5割を切っているわけで、まあ、いいとは言えませんので、そのチームから4人選ぶのはちょっと難しかったという事情もあるんでしょうかね。今季の NL の先発陣はデグロムやウィーラーを筆頭に大活躍と言ってもいい先発投手も多い印象ですが、シャーザーの落選は NL の競争の熾烈さをよく表しているかもしれません。ということで、今回個人的にオールスターに選ばれて欲しかった選手、オールスターで見たかった選手をご紹介しました。中にはペラルタのようにズバ抜けていい成績を残していても、おそらくチーム内の他のオールスター選手との兼ね合いで出られないということや、全球団から最低1人は出さないといけないといった事情から残念ながら落選という選手もいまして、改めてオールスターに選ばれるということがいかに難しいことかを実感しました。今回は個人的な感情を優先して6人選びましたが、これ以外にも素晴らしい成績を残していながら選ばれていないという選手も結構いるかと思います。ぜひ皆さんの中で彼には選ばれて欲しかったという選手がいればですね、コメント欄で教えてください。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。